ってやろう。太郎だ。沢田さんの親戚と申します。沢田さんじゃないんだ、うん、どこなんですか。ジュリーってこと。質問です。中国グランプリのフリー走行の際、セバスチャン・ブエミ選手のフロントが吹き飛ぶものがクラッシュ集やバラエティなどメープレーチンプレーよく見るのですが、原因はどこにあるのですか。ん、中国グランプリのフリー走行になるとこの映像が出てくるってこと。中国グランプリのフリー走行の映像でってことでしょ、うん、ああそういうこと、うん、中国グランプリの時にそういうのがあったっていうのがよく、うん、あ過去映像でやたらとこれチンプレーこうプレーみたいなだってこのタタ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 うおっていうの出るじゃない。ちょちょちょろ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 セバスチャン・ブエミあれなんか似たような名前がもう一人いたよね。いなかったっけ。セバスチャン・ブルデセバスチャン・フェテル。あそうかセバスチャンがいっぱいいるだけか。セバスチャン・ローブ、うん、ブエミ選手って何乗ってた人。だからドロロッソだって書いてあるんですか。で吹き飛ぶ、またやっぱ質問の解説からやらなきゃいけないんですか。質問の内容を太郎さんに解説して、うん、その後に質問の内容に対して解説するっていうこの二段構えになってる。よくでなんでこればっかり選ばれてるかってこと。いやそれ何がなぜがなぜあれが起きたんですかっていう話でしょ。何が起きてるか知ってるんでしょ多分、うん、あの上海の長いバックストレートエンドで、うん、ブレーキングした瞬間にいきなりこれがボーンって飛ぶっていう映像でそのままフロントサスペンション全部ないままずーってタイヤバリアまでドーンっていくっていう、うん、周りとショッキングというか、うん、あそれがなぜか見栄えのいい。あこれおおおおタイヤすごい勢いで飛んでてほら向こうまでドーンっていっちゃってる両方とも。ああドーンって。あ本当だ本当だ。ああなるほど CG みたい。後にも先にもこれだけだよ ね、 これだけですね。こういう壊れ方するっていう、うん、立て付けが悪かったってことでしょ。車はいありがとうございました。立て付け簡単に言うとそうだけど、ね、それじゃ全然仮説にはなってない。ネジが緩んでたからこうフルブレーキングしてすごい G がかかってバーンってこう全部飛んでっちゃったってことだよね。そりゃそうでしょうよ。なんかいえ爆弾積んでたんすよとか爆竹積んでましてとかじゃないでしょ。実はその前からチリ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 言ってるんですよとか見えますよよく見たらみたいな。あ そ, ういうそんな話はないでしょ。まあ、そんな話はない、うんうん、まああのなんか何が壊れたかっていう話をされてるんでしょ、うん、ああそういうこと、うん、まあ、あの簡単に言うと、はい、このサスペンションのタイヤ側の方ですね、はい、タイヤアップライト、まあ、タイヤをくっつけてるところの、うん、アップライトのこのマウントの部分が、うん、まあ、緩ん立て付けが悪かった。で、まあ、先にこうブレーキングするとやっぱフロントにガンって力がかかるので、うん、その瞬間にまあこっちが弱いとバキって壊れますよね、うん、でその瞬間にこっち側だけに全部かかるわけじゃないですか。このフロントの力が、あこっちが吹っ飛んだからね、うんうんうん、まあ、実際減速 G5G ですから、はい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 、この重量の5倍がかかるわけですから、うんうん、それが今度左側だけにかかると左側も壊れると、うん、当然想定しているようなの倍の重量がかかるわけですから、うん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 、そうすると本当は右が壊れて左って壊れてるんだけどなんか同時に壊れてるように見えるみたいな、はあはいはい、多分すごい超スローで見ると先に右が壊れてからこっち行ってるっていうのが分かると。実際壊れてるからこう回転してるものが壊れてるんでこういう風に壊れててると思うんですよね、うん、このサスペンションがねじれるようにバギーンって、うん、でそれで飛んでく、あ前が飛んでくと、はい、まあ、フロントサスペンション両方ごと、うん、ここはそのまま、あここはそのまま前だけはボーンと飛んで これは残ってバッツガシャーンズーみたいな、まあ、こっちの方が減速量ドア重たいから先に減速してって、うん、こっちだけ先に飛んでくっていう、うん、ビョーンって飛んでって、ね、はい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 、あ確かあの時フェンス越えて、うん、どっちかのサスペンションとタイヤごと、うん、フェンスの外に飛んでって、うん、確か見つからなかったっていう、誰かが持ってったっていう話だった気がしますけど、あ誰か持ってたからびっくりした、うん、タイヤは結局帰ってこなかったっていう話だった気がしますけど、ちょっと詳しくは聞いたことあるけど見つからなかったっていうところ、でもそれはもしかしたら中国らしいエピソードとして嘘かもしれないですけど、ああそういうことね、うん、当時別にトロロッソなんて何もフォローしてないから、はい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 、あれ何だったのって聞きに行ってないし分かりませんけど、まあそういうこともあったということで、なぜよく見るかっていうと、まあまあショッキングな映像だったから、まあ、これが本当にバキーンってなんか爆発してるような映像だし、うんはいはいはい、その後もうねフロントサスペンションは全くないのにやっぱりドライバーって
こうやってカウンター当てて、まあ、どうしてもいいね、結局切ってもソニーは存在しないのに、このままもうドライバーとしては何もできないパッセンジャーっていう、でそのままズサーって刺さるみたいな、ちょっと悲しいし、どこかちょっとコミカルみたいな、はいはい、ブレーキはリアにはついてないの？リアにもついてますよ。だからリアの方は残ってるんで減速はしてると思いますけど、そういう質問で、そういう質問の答えってことね。何が起きて壊れたのかっていうこと、なんか原因はどこにあるのですかって言われると、まあ、右フロントのアップライトっていう、うん、そういうことね、はいはい、でもそれが壊れた結果左側も壊れちゃいましたと、うん、ただ、まあ、あのブレーキは一応2系統に分かれてて、前がなくなったとしてもリアブレーキは効くようになってるので、はいはい、まあ、車本体の方はそれなりにブレーキは効いて、うん、で、まあ、こういう風に刺さって、うん、じゃないと多分壊れた瞬間ブレーキなくなったらこっちもボーン飛んでて、もしかしたら、ね、うん、フェンスの外まで行っちゃうかもしれないけど、もうあれでしょ、だからそのブレーキもそのワイヤーでつながってるわけじゃないでしょ今時ワイヤーでつながってるのないんですよねこうやっておりゃーって踏んで引っ張って、もともとブレーキってワイヤーじゃなくないですか。あ、そうなの？自転車じゃあるまいしワイヤーじゃない、自転車じゃあるまいだから、まあ、あのチューブの中に、まあ、油圧、あのフルードが入ってて、そのフルードを押すという、あ、そうフルードか、そうか、ワイヤーじゃなくてフルオイルか、まあ、だからブレーキペダルは1個ですけど、はいはいはい、そこからそれ2つに分かれてて、うん、マスターシリンダー2つあるんで、これはだからあのどっちかが壊れても残りがちゃんと効くようにっていうのをルールとしてあるんですけど、それをうまく使ってこの2本をフロント用リア用って分けて、はいはい、でこれをどういうふうに配分するかでフロントのとリアのブレーキバランスって取ってるんですけど、だから踏んだ力を60対40に分配するみたいな、はいはいはい、そうするとフロント60でリア40みたいな、まあ、今はそこにブレーキリアはあのモーターがついてるんで、はいはい、モーターの発電の減速度もあるから、うん、それとのバランスを電子的に取ってますけど、まあ、当時はまだあの MGUK とかそういうものはなかったんで、なかったから、うん、MGUK カーズはついてたかな、カーズ時代だったかもしれない、うん、当時のトロロソが積んでたかどうかちょっと怪しいですけど、あ、そうか、カーズって自由だったんだよね、うん、2010何年でしたっけこれ、積んでる時代だとは思いますけどね。うーん、なるほどね、うん、でまあ、当時は BBW って確かなかったと思うんで、そこは普通にリア側のマスターシリンダーの方だけ残ってる、まあ、フロント壊れちゃうと、ね、フルード全部出ちゃうからフロントのブレーキの方はなくなっちゃう、スカスカになっちゃいますけど、リアの方はまだ効いてたと思います。うーん、ということで、中国グランプリといえばセバスチャン・ブエミ選手のフリー走行の映像。中国グランプリといえばではないと思いますけどなんかああいう派手なクラッシュといえばっていう、ちょっとコミカルなクラッシュといえばってことだと思いますけど、言えばということで、バラエティーなどでってよくおっしゃってますから、うん、はい、その原因は今、ね、のお答えいかがだったでしょうかね、 ご納得いただけましたでしょうか、うん、はい、今回の質問太郎だけはよく分かってなかったけれども、うん、あのお答え良かったよ、どうもありがとうと思った方、いいねボタン、チャンネル登録、はい、F1 ライフのクッションは F1 ライフスズリ指定から、そして F1 ライフの T シャツ&パーカーは F1 ライフ公式ストアから、ありがとうございました。